今週も1週間せーのお疲れ様でした。今私の後ろに大量の紙袋が見えてると思うんですけど、今宵の動画はアウトレット爆買い購入品紹介をやっていこうと思います。確か先月ぐらいにストレス発散動画で20万円分ぐらいのね大量のお買い物をしたと思うんですよ。でも今回はねストレスとかではなく、あのバッグを買いたいなと思ってアウトレットに行ったんですけど、いつの間にか10万円分のお買い物をしてました。先月の動画で来月のお買い物は控えようって言ってたんですけど、クレカの支払いも私、雨も続いてるし、私最近頑張ってるんで、ご褒美企画です。まあ、ご褒美企画って言っても自分のお金なんでね、ただ自分の生活が苦しくなるだけなんですが、まあ、ダイエットも始めたし食費も浮くだろうと思って洋服たちにお金を回してきました。安かったし可愛かったし、このシリーズここで買えちゃうんだみたいなのもあったので、ぜひぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。早速紹介していこうと思うんですけど、まずはこちらの一番大きいかな、フルラから紹介していきたいと思います。本当はね財布だけ買う予定だったんですけど、バッグも買っちゃいました。店員さんがね、財布買えるなら今日がいいって言ってたんで、もう買うっきゃないと思って買っちゃった。こちらの黄色のねミニウォレット購入しました。1万5000円ぐらいかな。私が使ってるのも折りたたみでかなり小さいサイズではあるんですけど、ここからまたもっともっと小さくなった財布なので、ミニバッグにも入るかなと思って買ってみた。でここに小銭入れがあって、でこうやって広げるとお札入れるところとカード入れる場所が3つありますね。店員さん曰くここのカード2枚ずつぐらいは入るそうなんで、まあ、最近スマホで決済することが多かったり、まあポイントカードもスマホに入ってたりするんで、このサイズでちょうどいいかなと思います。気分をね上げようと思って、ほんと久しぶりのカラーものの財布買いました。お気に入りで、もう一つフルラで買ったのがバッグなんですけど、これめっちゃ可愛かったよね。じゃじゃーん。1年前の私だったらこの柄絶対買わないなと思ったんですけど、洋服に合わせてみたらめっちゃ可愛くって、結構シンプルな洋服が多かったんで、こういったね大きめのパソコンが入るサイズの柄物のバッグ可愛いなと思って買ってみた。で表は柄なんですけど、これリバーシブルでね、後ろもブラックとして使えるので、まあ、洋服に合わせてねどちらを表にするかは気分で決められますね。この上のロゴもねかなり上品で可愛いと思います。でボタンついてて、開けるとこんな感じです。中にねポケットとかも入ってるので、カードとかも入れられるし、超大容量だと思います。今回のね買い物は完全に秋を想像しながら買ったので、冬とかもねこのバッグすごい似合うと思う。マジで今まで持ってないタイプのデザインです。で続いての購入品がリーバイスです。今回リーバイスでは3点購入しました。トスアウトレットのねリーバイスほんとやばかったよ。今ね3000円以上のアイテムを3つ買えば9000円になるんですよ。なんでこれは絶対に3点買った方がお得なんですよね。このジャケットとかリーバイスレッドって言って、割と最新のシリーズではあるんですけど、九州ではねアウトレットで売ってるのここだけらしくって、元の値段ね余裕で1万円超えてるんですけど、これを3着買っても9000円になるんですよ。だから自分1個だけ買ったとしても、友達と組み合わせて、まあ、3点買えば9000円になるんで、私はこのジャケットとこのボトムスを買って、で私の友達もジャケットを購入してたんで一緒に購入しました。なので3点買って9000円ですね。もう安すぎ。この後ろのね赤タグというか縫い糸がね赤なんですよ。これがねすっごいおしゃれで、結構ねダボっとして着れるんですよね。これがね中にいろいろ着込めるし、秋冬可愛いかなと思って買ってみた。で今回リバースで3着購入したって言ったんですけど、もう1着がこちらです。3点で9000円になるんですけど、これ3000円以下なんで、これは対象外でした。なんでこれは普通に買った。でもこれ1600円だからね安いよね。着てみるとこんな感じです。丈感がねショート丈なので、ハイウエストのボトムスと合わせたり、まあ、夏の終わりとかね秋頃はこれ1枚で着れて可愛いかなと思います。で今回リーバイスで買ったこちらのボトムス、値段がね1万3000円なんですけど、今回3点で9000円になったので超絶お得にお買い物ができました。これねセットでね付属のベルトがついてきていて、ウエスト部分はね結構体にフィットした作りになってます。お尻部分からね足を包む全体的にゆったりとしたデザインではあるんですけど、スタイルがよく見えるから楽して体型カバーができる優秀なパンツでございます。もうここでどんどん紹介しちゃおうと思うんですけど、続いてがスライで購入したパンツでございます。今回購入したのがこちらのブラックのフレアパンツです。
じゃじゃん、パンツだとこんな感じです。もう完全にね、フィットしたタイプのフレアパンツなんですけど、まあ、フィットしてるからこそ足がね、綺麗に見えてスタイルよく見えるんじゃないかなと思います。全体的にね、ほんと締まるとこは締まって、広げるとこは広げるっていうね、このシルエットがやっぱ大好きで、9000円ではあるんですけど、ほんと肌触りも良くてね、長く履けそうです。マウジーのね、フレアパンツとかもすごいいいんですけど、今回はスライにしてみた。で、続いてがこちら、ベースエストックジャーナルスタンダードで購入してきました。まず1着目がこちらのキャミソールですね。オープニングの時にも着ていたんですが、まあ、カーディガンとかね、ジャケットと合わせて着ようかなと思います。こんな感じでバックスタイルは背中が大きく深く開いているので、大人っぽい雰囲気が出ると思います。まあ秋とかもね、さらっとカーディガンと着たかったので、この色だとね、秋も映えるかなと思って、大人っぽくなりたいんでこのカラーを買ってみました。で、このジャーナルスタンダードで買った2着目が黒のブラウスです。結構元の値段ね、高いんですけど、まあ、ワンピース後から紹介しますが、3つで1万2000円でした。今回買ったこちらのブラウスはすごいね、シンプルなデザインではあるんですけど、この襟もね、セットでついてきたのでつけてみたいと思います。まあ、つけた状態の方が私は好きなんですけど、見ないね、デザインだったのであんまり被らないかなと思って買いました。どうです、このブラウス可愛くないですか？やっぱ襟って言ったらね、可愛らしい印象、ガーリーな印象っていうのがついてしまうんですけど、縫い目がね、白なのと襟のね、このスクエア型っていうのが、まあ、上品で洗練された感じがあるかなと思って、まあ、チャレンジしやすい変わったデザインでしたね。で、今回ね、ここのお店で買った3着目がね、すごいドストライクのワンピースだったんですよ。タラーン、ちょっと見せるだけじゃね、デザインわかんないと思うんですけど、まあラベンダー系、パープル系のワンピです。見て、背中ガン開きなんですよ。可愛すぎ。じゃじゃん、ワンピース着てみるとこんな感じです。ちょっとね、透け感のあるワンピースなんですけど、全体的に柔らかい雰囲気がありますよね。まあ、結構ね、これデザイン的に首詰まってるし、膨張して見えるデザインではあるんですけど、もう痩せて見えようが、もう太って見えようが、もう好きなのは好きです。前はふんわりとしているのに背中で肌見せするっていうね、なんかちょっと計算高いワンピースですよね。まあ、デートする時とかに着たいなって思います。続いての購入品が洋服最後になるんですけど、じゃじゃん、コーチでバッグ買ってきました。結構これ一目惚れレベルで一発で決まったバッグなんですけど、コーチではこちらのブラックのバッグを購入しました。まあね、もうバッグ私黒しか持ってないぐらい普段からね、黒ばっか集めちゃうんですけど、これショルダーにもなるからね、まあいろんな服に合わせやすいかなと思います。このコージってロゴもね、よく見ないとわからないのがね、やっぱ合わせやすいかなと思った。で、ショルダーバッグのね、ベルトの素材感とかが、まあストリート系とか、ほんとカジュアルでも使えるし、綺麗めファッションにも使えるしっていうね、結構ね、振り幅広めの優秀なバッグだなって私は思いました。これもかなり安くなってて3万円ぐらいでしたかね。サイズ感はね、コンパクトに見えるんですけど、結構入るんですよ。こんな感じで、まあ、普通のペットボトル入れてみたいと思うんですけど、すっぽりと入る大きさです。すっぽり入るっていうか、まだまだ余ってるぐらいね、いっぱい入りそうなんで、これは使えるぞと思って買いました。見た目的にはね、小さそうに見えるんですけど、そんなに小さくないんですよ。このコロコロした感じが可愛いですよね。まあ、こんな感じでショルダーとしてね、斜め掛けしてもよしですし、このショルダー部分もね、ベルトを外して上品にね、手持ちスタイルでお出かけするのも可愛いと思います。まあ、結構固めでしっかりとしたレザーなので、秋冬の季節大活躍するバッグなのではないでしょうか。テラスの購入品は洋服ではなくてコスメです。ここでは3点購入したんですけど、まず1つ目がこちら、クリニークのチークポップパレット21番パンジーメロンでございます。紫にオレンジのロゴが入っている、ちょっとね、派手めなデザインなんですけど、開けるとこんな感じです。多分見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、3色入りのチークです。私のね、パーソナルカラー的にこの紫っていうのがすごい肌なじみよくって、まあ、ベージュ系だったりコーラルオレンジ系の色味も入っているので、これあったらね、いろんなメイクできるかなと思って買ってみました。単色入りもあったんでね。でも単色で買うよりも3色入りの方が圧倒的にお得だと私は思う。だけども持ち運びには不便なので、まあ、単色も単色で良かったのかなと思うけども、私はこの3色入りが欲しかったんだ。で、2つ目の購入品がこの MAC のね、ファンデーションブラシですね。この間ね、ちょうどおすすめされて買おうか悩んでたんですけど、結局買わなくって、でもアウトレットに行ったら売ってたし、1000
2000円ぐらいかな、もうかなり安くなってたんで、これ今買わんともったいないわと思って買ってきた。こんな感じの太めのファンデーションブラシでどうやらいいみたいなので、まあ、まだ使ったことないんですけど、マックのブラシレビューしました。で、次が今回の購入品最後になるんですけど、こちらじゃじゃん、エスティローダーのナイトリペア SR コンプレックス2でございます。これもうね、ずっと気になってた。これ以上美容液いらんやろってぐらい持っとるけど、2000円近く値下げされてたし、もう友達がもう買いなって言うから、もう推しに負けちゃって買っちゃいました。てか思ってたよりも色濁っててとろみのある感じなんだね。まあエイジングケア系なのかな。オイルっぽさもあって、まあ保湿力あるんですけど、なんか相当ハリが出るみたいで、匂いはね、なんか匂ったことある、梅干しみたいな匂いする。別にそんな不快感はないんですけど、マジで梅干しの匂いする。待って、この匂い大丈夫なんかな。まあ、こういう時はね、ツイッターでエスティローダー梅干しで調べて、ちょっと待って、これみんな書いてるわ。エスティローダーの美容液、蜂蜜漬けの梅干しの匂いがするって書いてある。はい、こんな感じでアウトレット購入品紹介やってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。最近の私のストレス発散、幸せなのは食べてる時か洋服買ってる時ですね。私も頑張って生きてるので、ご褒美必要かなと思います。皆さんもどうか辛いことがあったら自分を甘やかして爆買いしてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。